ツイッターで情報をいただきました。おとといの NJ 大阪でも、初めのニュースで、江崎さんが名前などを出していましたよ。2日続けてになりますね。とのことでした。情報をくださる方、いつもありがとうございます。早速確認してみました。生配信第389回、多田翔&江崎道夫が話題のニュースを深掘り解説。多分ロシアとアメリカがお互いに使う可能性は低いですよ。それよりかはもっと日本の隣国である中国と北朝鮮、この2つの方が使う可能性は高くなってくる。となるとこれは遠い超大国同士の戦いだねじゃなくて、これ東アジアの問題なんで、これ日本が当事者なんです。多分一番問題なのって、日本って当事者意識が薄い、これが一番問題で、例えば核の議論なんかしても、例えばね、よく言うのはアメリカは、そこニュースにもありましたけど、韓国はのところは日本はに直してください。するとアメリカは日本を守ってくれるのかっていう風な感じになるとしますよね。これをね、必ず言うんですよ、日本人。でもそれは非常に他人事みたいな言葉だと思いませんか？そうじゃなくて、日本を守って、本当に守ってほしいならですよ、日本が要求すべきなんです。どういう風にして欲しいんですかと。アメリカはどうするつもりだろうじゃなくて、日本がアメリカに対してどうしてほしいのかを言うべきなんですよ。要求すべき。要するに、要求するに関しては当然ながら国内で議論しないといけないのに、これまでされてなかった。これが一番の問題だと思うんです。だからやっぱりちゃんとこれを真面目に、もちろん少しずつ議論が始まっているところなんですけれども、それをすることでどういうふうにアメリカにしてもらいたいのかと、国内で議論してから、それからアメリカに対して協議をするというのが、すごい手順としてね、遅ればせながらですけれども、やるべきだと思いますよね。その感じで言うたら韓国の方が進んでますよね。まあ接してる国はちょっと違いますよね。守ってくれへんがやったら自分らで持ちますけどっていうわけですよね。そうそう、そうですよね。この核のね、議論、多田さんはしてはいないって言うんです。あまりできてないって言うんですが、一応ですね、2年ぐらい前から自民党の有志、具体的に言うと青山重治先生たち中心になってですね、守る会ってのがあるんですが、あそこが核与式に関する議論をずーっと院内議員会館の中で、自民党有志の議員たちとずーっと専門家集めてやってんですね。その時にやっぱり先ほど多田さんおっしゃったように、核のね、傘ってあるんだけどって、じゃあ日本が例えば北朝鮮から核ミサイルを撃ち込まれた時に反撃してくれっていう核の傘なのか、北朝鮮が、いや中国が核ミサイルを日本に撃とうとした段階で即現地攻撃をしてくれって要望なのか、要は日本側がアメリカに核の傘って具体的にどこに何をどう求めるのか、そのためにはどういう準備が必要なのかっていう議論をこっちはしとかないと、漠然とね、アメリカは日本を守ってくれんのかってね、それこそ他人事ですよね。そうです、そうです。当事者意識のない議論なんて、そんな当事者意識のない議論なんで、そんな当事者意識ない議論ダメだよねっていうことで、その辺の議論をずっと青山先生とか山田博先生とかが中心になって専門家集めてずっとやってて、広島サミットの前に岸田総理にも提言書を出してやってるし、安倍政権の末期からこの核の問題に関しては北朝鮮を念頭に拡大抑止協議といって、日米間の核抑止、核に関しての実務協議を今どん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 やってるんですが、問題は拡大抑止協議って外務省防衛省の役人たちがやっててですね、多田先生みたいな技術の専門家が入ってないんですよね。入ってないから政策論、言っちゃ悪いけど机上の空論で、本当にアメリカがじゃあいざって時に日本をね、中国のどこにどういう風な核戦力を抑止をやるのか、北に対してどういう使い方をするのか、その時にどの基地のどの核ミサイルをどう使うのかとか、その辺のところが実務的な協議と、核兵器が本当に使えるのって、そもそもね、アメリカの核戦略の更新をこの半世紀やってないので、半世紀50年以上前だから本当に使えるかどうかの確認とかを、やっぱ多田さんみたいな専門家が向こうに行って
これ本当に使えるの？っていう確認をしていくような拡大抑止協議に議論のレベル上げていかなきゃいけないんですよね。とのことでした。2年ぐらい前から自民党の守る会が専門家を集めて核議論している。ここ核核になってます。その中心は青山茂春議員や山田博史議員だということでした。江崎さんといえば闇鍋ジャーナル時代にも青山議員の名前をぶっ込んでいました。青山議員の名前出た闇鍋で江崎氏、青山さんや山田先生が岸田さんに自前核戦力を提案しているという動画などがあります。過去には虎ノ門ニュースや他の番組でも守る会の名前や話題を出しておられました。虎ノ門ニュースは江崎さん、派閥よりも派閥横断型の議連等で結集するのが現在の自民党、江崎道夫さん、虎ノ門ニュース百田直樹先生の隣で守る会の〇〇先生とかもっと応援してもらいたいなどの動画をご紹介しました。チャンネルクララでは守る会の名前が出た江崎道夫さん、守る会苦労してる、チャンネルクララは虎八より自由、文化人放送局では守る会の名前出たイクバズで江崎道夫さんが法案作ってるなどの動画をご紹介してきました。当時は青山議員のセクハラ暴露前のため風当たりの強い時期でした。にもかかわらず各所で名前や話題を出しておられたのは印象深かったです。それにしてもやはり気になるのは日本ジャーナルで名前が出た点です。闇鍋ジャーナル時代は青山議員への風当たりが強い番組だったと思います。闇鍋で一気発言出たという動画を当時ご紹介しました。日本ジャーナルになってから山田義彦氏から青山議員の名前が出てきています。青山議員の名前出た山田明氏、メタンハイドレートを研究された青山茂春さん、山田義彦氏、メタンハイドレート目先にあるからやろうよが青山さんの考えという動画をご紹介しました。冒頭のツイートの通り、この日本ジャーナルの番組の前日に増田岡田増田さんがラジオで名前を出していたりと、青山議員の名前が出るペースが早まってきているように感じました。ケンカワくんが動画を作るペースが徐々に遅くなってたりしてね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。それでは馬娘がガチャ期間ということで無料ガチャ引いていきます。ちょっとメンバーシップが苦しい状況です。検討してるよ、今度入ろうと思ってたよっていう方はこの機会にぜひ入っていただけると幸いです。本当によろしくお願いいたします。